はいどうも、こんにちは。ジェット大介です。CP プラス2018で話題になったものといえば、ソニーの α7R3、それからキャノンのイオスキス M、そして第3の四角、じゃん富士フィルムの XH1 でございます。X シリーズのフラッグシップ機と言っていいのかな ?APS-C のね、えー、デジタル一眼、ミラーレス一眼でございますけどもね。でかいでしょ。 <laughs> でかくなってねすごく握りが良くなった手が小さい人はどう思われるか分かりませんけどもねしっくりくるんですよこれがちょっと大きくなった XT2 といっても 印象ですかねところが、今回借りてきたレンズはですね、あの、ツイッターでお聞きして、待ち歩きスナップするのにどういうレンズがいいですか小さいレンズがいいですよっていう話になって、えー、F2 かな、えー、?35mm レンズ。それからですね、こちらも F2 の 50mm レンズ。これも小さい単焦点ですね。そして、えー、広角のですね、これが2 3ミ、mm、リですね。えー、どれも APS-C での仕様になるんで、えー、1.5倍ですね。x シリーズはあんまり同じ 馴染みではない方にちょっとちょっとだけ説明しますけどもね、えー、こちらとこちら軍艦部にねダイヤルがございますねで絞りはこれですねレンズ側の方で絞りリングがあります、えー、こちら側のダイヤルがですねシャッタースピードねシャッタースピードとここから見えるんだけど速攻モードにもなってるの速攻モードをこうやって切り替えることができるわけねで、えー、こっち側のダイヤルなんですけども、えー、これは何だっけな ISO 感度が。 ね、ISO 感度ですね。ISO 感度を、えー、くるくると調整するわけですが、その下にもね、あのー、これドライブモードのダイヤルがあります。えー、二重構造ですね。二段構えというかね、えー、上と下にダイヤルがそれぞれついておりますね。だから、ダイヤル4つですね、えー。それからダイヤルといえば、ここの、このダイヤル、あのー、いろんなパラメータをいじるダイヤルですね。えー、それも 前と後ろ両方にダイヤルがついております。はい、そしてシャッターボタンの横に電源のスイッチがありますね。今電源投入しました。あ、電源投入しなくてもね、この肩の ここの液晶はね、点灯してます。背面の方なんですけどもね、最近の X シリーズの特徴でもありますね、これね。えー、このレバー、ジョイスティック状のレバーで、えー、AF のポイントをね、動かすことができるようになっておりますね。これもうちょっと大きい方が動かしやすいかなという気はしますけどもね。 それで、XT2 ってどうだっけここに露出補正のダイヤルとかありましたっけあの、露出補正どうするのかなって一瞬ね、戸惑ったんですけども、こちらにシャッターボタンの隣にね、ボタンがあるんですよ。えー、こちらにですね、露出補正のボタンがあります。このボタンを押しながら、親指側でダイヤルをくるくるくるっとやることで、 露出補正ができるようになっております。あと液晶画面ね、これ最近のミラーレスですからね、当然あのチルトしますよね。ただ富士フイルムの特徴としてはこれパッと縦の時もね、縦の時もローポジション、ローアングルとか撮りやすいようになっているわけですね。えー、ここが気に入ってね、富士フイルムのカメラを買うという方もいらっしゃいますよね。 といった具合にですね、XT2 が一回り大きくなったなぁと思ってていいんじゃないでしょうかね。シャッターを押した感じね、これ皆さんおっしゃるんですけどもね、非常に柔らかです。音もね、なんかね、カシャって、押しとやかなんですよね。それでサイズの方がね、握りやすくなってはいるとはいえ、まあやっぱりね、縦ぐり用としてこれはね、見逃せません。縦グリップあります。じゃこの縦グリップね、つけてみましょう。 はい。縦グリップ装着しました。こうなるとね、相当すごいですよ。<laughs> フルサイズ一眼レフみたいな感じの大きさ、サイズ感になってきますね。えー、これバッテリーがですね、こちらの方に2個入るようになってます。さらに本体グリップの部分にこれ1個入ってますんで、バッテリー3個使えるというね、すごいですね。<laughs> はい、じゃあ撮影しますね。チーズ、パン シャッター音静かですよね、やっぱね。あと細かいとこなんですけどもね、これ、このストラップ、付属ストラップなんですけどもね、これ片当てがしっかりしててね、いいなっていう人にはいいでしょうね。首にかけるタイプの人には特にいいかなという感じがしました。僕はね、大体いいね、手に巻きつけるタイプの人間なんでね、ちょっとね、硬い部分、大きい部分があるとね、厄介かなって思ったんですけども、そうでもないんです。 そうでもないんです。この紐の部分がすごい長いから。あとこっちもね、柔らかいんですよ、結構。その割に肉厚のパッドだしね、えー、裏面の滑り止めもしっかりしててね、これは使いやすいストラップだなと思いました。はい、それではね、この XH1 を使って撮影した写真なんかをね、ご覧いただきたいと思います、えー。こちらまずね、うちの妻とお散歩に出かけた時にね、撮影したものなんですけども、やっぱりね、富士フィルムのね、フィルムシミュレーションで出してくる色っていうのはね、面白いですよね。なんかこう、 フィルム調の色っていう感じになりますよね <laughs>。当たり前のことを言ってるんだけど <laughs>。なんかそういう感じになりますよね。まあだからね、逆にあの富士フィルムで撮ったなっていう感想にもなってしまうんですけどもね。まあこれはね、好みですよね。 うん。あの、何にも考えなくてね、こういう色調のものが出てくるっていうのはね、やっぱりこれはこれでね、すごくいいなとは思うんですよね。まあ以前ね、XE3 のレビューした時もね、言いましたけどもね、こういうね、淡い感じの色の風景のところに、 淡い感じのね、フィルムシミュレーションの色なんかはね、すっごい合うなあという感じはしましたね。まあ逆にね、朝焼け、僕はね、よくね、朝焼け、朝日が昇ってくるところをよく撮りますけども、えー、これはね、ビビッドで撮りましたけどもね、うん、まあそれでももうちょっと作り込みはしたいなあという感じはしますね。まあ、ただ単に僕は慣れてないだけなんですけども、フィルムシミュレーションどういった結果を出してくるのか、この場面では何が適切なのかっていうのはね、やっぱり経験値として ね、いっぱい蓄積しておいた方がいいかなという感じはしますね湖畔、えー、にいる人々がシルエットになってでね湖にね太陽の筋がピューッとね伸びてね青空が見えてますよ空がだんだん青くなってくんですよねまあ僕このシルエットの風景なんかはすごく好きですね。でこの猫ちゃんなんなかは、ね、結構お気に入りですねねそーっと近づいて、ね、まあちょっと く映るから前ボケを入れてみようかなと f 2の単焦点レンズでね、えー、こういった風にできましたその後徐々に徐々に警戒心を解いていってこんな風に近づいてね撮らせてもらえるようにもなったんですけどもねうーんこの毛の描写 <laughs> この毛の描写いいですねマクロレンズとかでもないんだけど この家の描写ですよで売って変わってこれはね夕暮れ時になるんですけどもね夕暮れっていうほど夕暮れでもないんですけど山の方にねね日が沈みかけてる時間帯です、ね、後ろの方のねあの穴の開いた石垣とかねジャングルジムなんかも見えてますけどもねこれはあのもやがかかってるように見えるかもしれないですけどももやがかかってるわけではなくてボケなんですね。 単にボケじゃなくて、もや感が出てるんですよね。はい、それからね、夜景です。えー、こちらね、いつも電車を撮影してるところですよね。えー、電車を撮影してるところに電車が来てなかったところをパチッと一枚撮ったんですけども、この色ですよ。これ、エテルナで撮ったと思うんですね。えー、新しいフィルムシミュレーションのものですけどもね。これ、<laughs> この色たまんないですよね。映画ですよね。 映画ですよ本当にうんまあやっぱりね夜空を撮るのはね僕はねソニーとかキヤノンの方が扱いやすいなという感じはしますね。フィルムシミュレーションどれを当ててでホワイトバランスどういじくってちゃんとなるのかってやっぱりねこれ経験値ですよね本当ににね真っ昼間日中に嫁さんと散歩にね。 で、えー、パシャパシャとスナップしてきました、うん、まあいい雰囲気にはやっぱり撮るんですよね、えー、なんだかわけのわからないポーズを撮っておりますけど <laughs> なんでこんなことをするのかわからないんですよね、この人ね。で、これはプロネガーですね、フィルムシミュレーション的にはね。えー、肌の感じをね、えー、フォわっとさせて、いい具合に撮ってるという感じがしますけど、でもね、ジージャンのこのね、デニムジャケットの模様というか、生地の質感はすごくシャープに出てるしね。女性の肌をねちゃんと ふわっと、滑らかさを保ったまんま出してくれると。やたらね、シワまで目立つような、肌のキメが荒くなってるのも目立つような、そういったレンズではない、そういったカメラではないと。まあ、富士フイルムがね、APS-C にこだわって、ね、APS-C で小さいレンズだけど、フルサイズに負けない写りをするよっていう、この気概がね、見て取れるなと。 4K 動画も撮影しました。今回はフル HD の動画でお送りしてますんで、えー、ぜひね、4K で撮影した部分は、次回、ね、4K だけ、できるだけ高画質でエンコードしてね、アップしますんでね、そちらの方をね、次回、お楽しみにしてください写真展のお知らせです。京都で4月に開催することになりました。2018年4月11日から4月22日の間、 京都の元順風小学校といいう場所で、ね、やらせていただきます詳しいことに関しては、この動画の下の概要欄のところにインフォメーションの URL を貼っておきますんでね、えー、そちらの方もご覧ください。